93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。東貴博さん、黒沢和子さん、お疲れ様でした。そして日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花輪信之です。火曜パート内席スタート山崎圭です。はい。よろしくお願いします。ナイツラジオショーよろしくお願いします。8月30日ということで。どうですか、1週間、大江は。大江はっていうのは。私の本名ですか、はい、大江は、急に本名で呼びます。お土産とかなくて申し訳ないんですけれども、旅行に行ってきました。大江旅行してたの大江旅行行ってきました。誰と、はい、もう一人の大江と。旦那さんです。嘘大江豊と違います。豊ではないだろ。大江豊さんじゃないです。はい、奈良に行ってきました。また鎌倉に行こうと思ってたんですけど、ちょっと天気良くなさそうだったんで、天気が良さそうなところで、前から行ってみたいなと思ってたところっていうのが奈良だったので、そうか、天気予報ちゃんと見て、はい、天気予報を見て行ってきました。何泊？一泊二日です。あ、一泊二日、はい。そうなんです。一泊二日で楽しめますかね、はい、全然楽しめます。始発で行ったら向こうにも9時ぐらいに着くんで、はい。フルで2日遊びましたね。奈良ってさ、はい、新幹線止まんないもんね。京都からまたさらに普通の電車に乗って、うんうんうん、まあ1時間弱ぐらいですかね。はい、奈良駅ですか。1日目は奈良の駅の周辺で、うん、2日目はもうちょっと奥の飛鳥村っていうところまで行って、もうちょっと古い感じのところに行って、レンタサイクル、うんうんうん、電動自転車借りて、電動自転車乗ったことあります？電動自転車は、電動自転車あるよ。私初めて乗った。レンタサイクルはないけど。電動自転車ってすごいんですね。乗ったことないの？初めて乗りました、電動自転車。電動アシストのやつでしょ。そうです、そうです。普通のね。はい、いや、もううちずっとママチャリでしょ、うん、電動自転車で。電動自転車以外が最近乗ってないよ、もうむしろ。まあそうですよね、普通は。でも私は乗ったことなくて、電動自転車。マジで、衝撃でした。一こぎ目の感動。一こぎ目って結構大変じゃないですか。そうだね。普通の自転車って。こんな進むのと思って、一回のグイーンで。すごいよね。坂道とか何にも辛くないし。辛くない。マジで無限の可能性を感じました。ならではの感動じゃないじゃん。いや、電動自転車がすごすぎて。レンタサイクル電動自転車なんだね。ありました。一日借りても1000円ぐらいで。充電だってなくなって、なくならなかったですけど、1日10時に借りて5時ぐらいまでほとんどずっと乗ってましたけど。もう満タンにしてあるでしょう。はい。あ、そう。それの感動が一番すごかったです、ね。でも充電なくなった時めちゃめちゃきついけど。最悪らしいですね。最悪だよ。もう重いから、本当に。そうから、うん、すごい急な坂道があったんですよ。うんうん、で、もう一人の大江は体力あるんで、うんうん、グイーンって言ったんですけど、私途中で無理ってなって降りたら、うんうんうん、坂道を押して歩くのがもう、きついよ。重くて重くて、ね、ちょっとこの道無理だっつって違う道に変えてもらいましたけど。そう。デリの重さあるからね、重いですね。すごい。はい。やっぱでも、自転車で行った方がいいところなんだ。なんかね、うん、そんな感じでした。逆に車だと、ちょっと小回りも効かないし、なんか、車だったら行かないようなとこ、なんか変な、ただの石とか、一応その街のマップには、もう何でもかんでも名所にするじゃないですか。なんかただの石なんです。見に行ったら、まあ石なんです、ただの。石じゃんってことなんですけど、車ではちょっと行くような場所じゃないというか、自転車だから行ってみるみたいな感じのところに結構行けたんで。でもなんかあるんでしょ？でもその、あります、伝説があるわけでしょ？その石にも。なんか。不明、なんかその、なんであるかは不明だが、みたいな、なんか謎の石を、みたいな。なんであるか不明な、謎の石がある、ね。だけども、その、突然でかい、大きな石があるから、何か理由があるはずだということで、うんうん、まあ、研究してるみたいな。ああ、そうなんだ。とか、まあ、古墳とか見たりとかして、うんうんうん、すごい楽しかったです。古墳ね、何古墳みたいな、なんかある、いろいろある、ね。あ、だから、高松塚古墳とか、教科書に載ってる、うん、あの、壁画の、やつわかります、うん、本当資料集に載ってるようなものがいっぱい見られたんで、うん、京都よりも奈良の方が私は好きでしたね。あ、なんかね、そういう人結構いる、うん、歴史好きの人とか。ちょっともう一個古い感じというか、うん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 ね、あと商売っ気がない感じ、うんうんうん、京都とかやっぱ、うん、
で清水寺のあたりとかも商売がすごいじゃないですか。あ、そうなんだ。行ったことないから分かんない。行ったことない？ないないない。いや、電動自転車よりも変わってますよ、それ。え、清水寺行ったことないの？ないね、俺もない。え？清水寺行ったことないんですか？京都ちゃんと、京都ちゃんと行ったことないかもしれない。京都には何度もあるけど、はい、もう本当に旅行で行ったこと、一回も行ったことないんだよ。清水寺行ったことないな。清水寺行ったことない日本人って。ありますよね。普通本当に？あ、そう。え、何ですか？何ぐらい？何ぐらい？なんか東京だと。東京だと、うん、行ったことないのが信じられない率。うん、あ、何ですかね。信じられない具合。でも本当、歌舞伎町とかじゃないですか。歌舞伎町なんだその例え。わかんないよ。歌舞伎町行くでしょ、だって絶対。いや、絶対ではないだろ。何かしらで行くでしょ。絶対ではないだろ。人多いよ。え、そう、本当。うん、なんか、俺もなんか、ライブとかで行ったことない。あれ？アルタ前です。アルタ前。アルタ前、アルタ前ぐらいかもしれないですね。いや、まあ、めちゃくちゃ有名なのは知ってるけど、うん、まあ、だからって行かないかな。ええー。なんかこう行くタイミングなかったね。観光名所、なんですもんね、うん、もちろんそれはね、そうですね、うん、で京都って大体1回は行けません、人生で旅行に。いや、これがないんだ。だから要するに修学旅行とかも、うん、まず京都とか奈良じゃなかったんだよね、うん、だから一回も行ってないはずだよね。奈良も行ったことないと思いますよね。まあ、奈良はね、うん、あんまり行く機会ない。でも奈良の方が多いじゃん。なんか修学旅行みたいな。あ、そうなの。奈良の鹿とかさ、よく聞く。ああ、そうですね。よく聞くじゃない。で、やっぱなんか大人になって休みで旅行行くってなると、やっぱ北海道か沖縄かみたいな風に。そうなんだよ。なっちゃうんで、やっぱりね。お子さんいらっしゃるともしかしたらそうかもしれない。それ もうちょっと大きくなったら ね、うん、ね。そうだね。うん。もうちょっとなんか、確かに。歴史とかもわかるようになったら、ね、うん。子供なんて一番寺とか神社興味ないですもん。そうだね。なんか連れられて来てる子とかもいたんですけど、マジで興味ない。古墳とかは、自然が豊かだから、すっごい子供が楽しそうなんですよ。うん、あ、そう。勝手にかくれんぼしたりとかして。うんうんうん、へぇ、でもやっぱ神社と寺はやっぱ子供集まんなそうだし。でも子供いない時から別に清水寺行こうってなんなかったかな、あんまり。ねえ、別に。ならないです。なんない、ね、奈良とか京都とか、なんかそういう歴史的ななんか建造物とかにわざわざ行くってことがなかったよね。まあ、本当に近くに早坂営業あったら、ちょっと寄るとか。うん、あの、お城とか、うん。ぐらいだな。年取ってきたら、大人になると歴史とか面白くないですか、うんうん、それこそ大河とか子供の頃全然好きじゃなかったっけ、ね、ちょっとだから今行きたくなってきたかもしんない。大河、うんうん、みたいとかして。そうだよね、うん。お金がなかったっていうのも絶対あると思う。うん、そうだし、まあね。新幹線って高い。高い。から。高いですね。やっぱ若手の時に、ちょっと京都に旅行行くなんて。そうだね。そうか。なんかさ、みんなで車で行ける範囲だから、大体、静岡とかさ、静岡とか、伊豆とかね。富士急ハイランドとかね。ああ、そうですね。そういうとこになっちゃうね。パーマンも行ってないもん、京都に。え、そうなんで手袋つけて、手袋つけて手つないで歩かなかった。パーマン富士急ハイランドまでしか行ってないから。そうだね。パーマン行ったら富士急だったね。そうだよ。カーナビとかなかったからね、当時。ああ、まあそうですよね。昔は地図見て、そうそうそう、旅行とかもね、うん、いいな、でも行ってきたんだ、うん、すごい楽しかったです。めちゃめちゃいいじゃん、はい、温泉とかあるの奈良も。あるとは思うんですけど、そういうのは全然行かなかったです。行かなかったんだ。ただただ本当そういう歴史のものばっかり。泊まったのは普通 の, 通 の, あの奈良のホテル。はい、普通の奈良のホテルです。はい、その京都の、うん、から電車で乗るのもいいよね。そうですね、なんかそういうのもいいわ、うん、いいね。何電車に、何在来線、近鉄、あ、近鉄、俺近鉄とか乗りたい。なんかよくわかんないでしょ。阪急とか、阪急とか近鉄とか言いたいですよね。言いたいんだよ、ね、名前だけ知ってるけど乗ったことない。乗ったことないね。奈良にも近鉄奈良と JR の奈良駅が あるっていうのも知りましたし。駅が2つあるんだ。そうです、ちょっと離れてて、神戸と三宮みたいなね、ほぼ一緒みたいな、うん、そうそうそう、あ、そうなんですかね、そういうのいいよね。なんか面白いですよね。あ、そう、はい、迷ったりしなかったの？あ、でも道は基本も向こうに、私全然地図とかわからないんで、うん、全部見てもらって、あっちだこっちだって言いながら、うん、でもそのレンタサイクルで街を回れるように、うん、なんか街も結構頑張ってて、どこ行ってもこっち矢印がこっちに行けばどこに着くっていうのが街中にいろいろあったんで、いい、ね、迷わなくて済みましたね。うん、めっちゃいいじゃん。すごい充実した2日間でした。
そっか、はい、いくらぐらいするんですか大体の、この予算だと。その誰がプラン考えたんですか。あ、プランは大体私ですね。お、考えるの好きなんで。そうだ、ケイちゃん考えるの好きだもん、ね、そうなんですよ。でも新幹線の往復で多分3万円ぐらいで、うん、あとはもろもろで、まあでも一人6万ぐらいじゃないですかね。5、6万ぐらい多分。いいね、うん、いいね、うん、ああ楽しかったです。でも最後に、うんうん、京都駅から新幹線に乗るので、うん、京都、まあ、駅ビルの中でなんかご飯食べようって言って、うんうんうん、そこの店員に、うん、もう一人の親がブチギレしてましたけど、うん、そういうの待って食べよやっと来たじゃん、はい、やっと来たよ、ラジオっぽいやつ。ダンスがブチギレる。なんでダンスブチギレるんだよ。ダンスは、うん、もともと自分も飲食店でバイトしてたんで、うん、店員に直接怒ったりとかはしないんですけど、結構細かいところを見てるんですよ。理不尽に切れたりとかはしないんですけど、もうまず店に入った時から、うん、まあなんかちょっと仕事できなそうな学生バイトが多かったんです。5人ぐらいたむろしてるんです。まず入り口入ってすぐ。で、なんかちょっと怪しいなと思って。で、5時ぐらいに入ったんで、ほとんど席空いてるのに、一回座らされたんですよ。一旦こちらにお座りくださいって言って、なんか知らないけど、20秒ぐらいだけ座らされる時間があって。で、ピッてこう体温測るやつを持ってるのに、すぐ測らないで、なんかしばらくしてからピッて、なんか全部の段取りがまあ悪かったんですよ。で、なんかそのアルコール消毒もなんかお願いしますとかじゃなくて、アルコール消毒どうぞみたいな。どうぞとか、なんか、まあ、細かいところずっと気にはなすんですよ、私も。で、そのアルコール消毒の場所と、すごい細かい話なんですけど、おしぼりが入ってる入れ物がすごい近くにあって、アルコール消毒を私たちがするのに、すぐ横の、そのおしぼりの箱を開けるんですよ、店員が。で、結構邪魔なんですよ、それが。位置が近すぎて。で、こっちがやってる間待っててくれたらいいのになとか、まあ、ちっちゃいのが積み重なってはいってて、で、ずっと後ろでしかも喋ってるんですよ。お客さんがいるのに。なんで、ダンスイライラしそうだなと思ってた時に、日本酒を頼んだんですけど、日本酒の名前ってちょっと難しい。なんて読むのかわかんなかったりするじゃないですか。そうした時って指で、これとか、この一番上のやつくださいってダンスが言ったら、店員が、一番上と言いますと？って言ったんですよ。あら。それでもうブチギレ。おかしいね、ちょっとね。と言いますとって何っていうので、それ全部なんか腹立つね。そうなんですよ。言い方は。うん、で、私的によくわかんないのは、それで、めっちゃイライラし始めて、と言いますとってなんだよ、みたいな。せめて、一番上ってこちらでよろしいですかって、それで向こう店員が間違っててもいいじゃないですか。こちらでよろしいですかとか、一番上って、こちらでってその言い方もなんか感じ悪かったんですよ。でそしたらそこから急にのダンスの箸を置いて、もう食べないって言って。その手、それなんか私的にはそれな、なんの抵抗なんだよ。なんか偉い人呼べとかじゃなくて、もう食べないって言って、そこから先。マインドがもうね、はい、こんなもん食べたくないってなっちゃった。ってなっちゃったんですよ。あでも、酒は飲んでるんですけど。そう、酒は飲んでる。そうなんだ。その抵抗何なんだろうとか思いながら。でも最後に、うん、京都はダメだっつって。うん、やっぱ、なんか奈良の人物がみんな感じが良かったんですよ。うん、なんか、みんな、女性が特に明るいけど、うん、ちょっと角じゃないっていうか、接客が。うん、でなんか、良かったね、みたいな、うん。楽しかったねっていう気持ちの一番最後に、うん、なんかそういう気持ちにさせられたせいか、すごいもうプリプリし始めちゃって、まあそのなんだろうね、うん、その初対面はやっぱりそうだけどね、うん、そういう時って何回か通ると、はい、なんか意外にこう、うん、店員さんと仲良くなっちゃえば、あそうですね、ムカつかないんだろうけどね。もう嫌でしょ、もう行かないでしょ。そこいやでも俺だって近所に行ってる居酒屋強し、しょっちゅう行ってるあの人もすごいからね。で、途中、コロッケと、うん、もういいっすか、はい、行っちゃうんだから。で、初め、なんだこの人と思ったもんね。だけど、もう全然、おナイスさん、はい、はい、あなた、あれっつすいません、え何マグロ、あマグロね。いい人な、いい人なんだって分かってくる、うん。分かってくるの、だん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 。だから、まあ、ちょっと分かんないね、その、まあ、しつけみたいのが多分前座とかやってるからさ。うん、若いとなんかちょっとやっぱり。余計ね。自分がちゃんとしてるから、まあ、多分学生、まあ、多分学生のバイトさんだからさって言ったんですけど、それにしたって。
なんかの三種盛りが出てきた時も、三種があったら、こちらから、何々何々何々って絶対言うべきだと。何が何の三種かわからないんだから。で、絶対にマニュアルにはあるはずなのに、絶対にサボってるっつって。ご立腹。まあ、ブンブンしちゃって。本当にその ミスがあった時は、俺も言ったことあるけどね、うん、やっぱり焼肉屋でね、ホタテのなんか写真のやつ頼んだら、うん、あの多分バイトの人が本当に分かんなくて、うん、あのホタテのとこ全部削って紐のとこだけどういうことアルミホイルに入れてきちゃったりとか、ね、本当あったの、あの貝柱がないってこと、貝柱なくて紐のとこだけで、いやいやいや、これ多分絶対大事なとこそんなわけないよね、取ってるよみたいな、そこまで来るともう怒れないっていうか、それはもう言った方がいいね。でも同じやっぱりとこで、味がしないのスープが、で完全にもう何かを入れ忘れてるみたいのがあったから、もうちょっともう怒らないけど、もう行かないと思ってます、そこ。そうだよね、やっぱりちゃんと教育できてないから、そうですね、確実にね、あの学生さんのバイトとかね、お店はいっぱいあるんだから、いっぱいあるいっぱいある、そういうとこも行かなくなっちゃうよね、なっちゃいますね。今日もガソリンスタンド行ったんだけどさ、若い子だって言ったんだよ、店員さんが。それで、あれなんか3人ぐらい、あれそうだよねみたいな話してんの。別にそれはいいんだけど、でガソリン入れるじゃん、ガソリン入れて、帰るときさ、こうやって鏡で俺は見るじゃん。はい。そのときにさ、まだなんか、あれだよねってやってんだけど、いや、そこは、ありがとうございましたのお辞儀だろうと思って。確かに。俺はまだお前ら最後まで見てるぞみたいなさ。俺の姿消えるまでなんか、ありがとうございましたしろよと思って、もうなんか完全にあれ、あ、絶対そうだよね。あいつの人だよね。感じしてるからさ。そういうのはね。ありますよね。まあ、なんかあるけどさ。あったんじゃないの、相席スタートのあいつだから、ちょっとなんか、あ、ないですないです、私は気づかれることはもう絶対にないので。え、ないの。ケイちゃんもケイちゃんもこっち側の人だから、はい、私はもう一緒だから、全く眼鏡外して気づかれない、何も気づかれないマジで同じだね、はい、一回も気づかれたことない。いや、そう、本当に、はい、気づかれるとしたらダンスがめちゃくちゃ売れた時です。そうです、そうです、はい、だから売れないでもらいたいです楽しいからね、その方がね、はい、旅行はね、旅行中も全然どこに、何ならでも気づかれて、全く何にもないです。いや、何にもないでさ、面白かったのがさ、あのこの前の YouTube でさ、そのビッグボーイズの鍋師匠がね、あの二十歳ぐらいの若いこの YouTube 制作の子に、あのなんかたまらんぜラップをバズらせたいですっていうやつを撮ったの、あのマネの虎 の闇営業の虎の逆バージョン、逆バージョン、マネの虎 の虎がすごい若い二十歳の YouTube とかやってる子で、もう全然 YouTube とかわかんない師匠にこう来てもらって、たまらんぜラップをバズらせたいですみたいなね、一応そんな感じで撮りますんで、一応なんとなくね、たまらんぜラップをなんかバズらせたいぐらいで、あのいいですよって言ったのがすごい心配だったから、師匠が、であんまりなんか調べてきちゃうと、多分こっちがSNS どのぐらいやってるんですかって言った時に、SNS って何ですかとかなった方が面白いから、まあそこまではいいですよみたいなこと言ってたのね。そしたら鍋師匠が不安だったみたいで、すっごいバズらせるプランを考えてくれて。面白そう。まず私がですね、スカイダイビングでたまらんねだから、バズりそうじゃないですか。飛ぶんですね。それを映像に撮ってて、結構面白いじゃないかみたいな。結構バズりそうです、マジで。はい、あとですね。あと、なんか、日本一周、旗をこう、自転車に乗せて、日本一周旅行、たまらんぜっていうのを、日本一周で、こう回って、やろうかなって思ってるんです、みたいな。一応その、なんか、参考にした、やつとかがあるんですけど、スターさん、なんかこの前捕まったの犯罪者の人いたじゃん、日本一周の。日本一周の日本一周っつってさ、なんか捕まっちゃった人いたでしょ、あの人のなんか、あの、資料を持ってきちゃって、それダメですよ、捕まっちゃったじゃないですか。あ、これそうなんですかそれわかんないからね、鍋師匠ね。この人なんですけど、参考にしちゃって、で日本一周たまらんぜの旅みたいのしたら話題になるんじゃないかなとか思ってるんですよ、みたいなこと言ってさ、調べてきたんだ、いっぱい調べてきてさ、それであとあのそれこそ歌舞伎町とかあそこら辺に撮ったなんかトラックよく回るじゃん、ロボットレストランみたいなさ、あれでたまらんぜラップみたいなのをやろうと思ってるんですけど、一応電話して聞いてみたんです。すげえ。あれ、一週間で75万円なんですよ。まあまあいけるんじゃないかな。確かに無理、意外と安い。だからいろいろ考えた結果100万円いただきたいんですけど。
すごいね。ちゃんとしてて、打ち明けがちゃんとしてたから、うん、意外に面白かったよ、なんか。いいプレゼンですね。いいプレゼンだった。うん。たぶん、なんじゃなっとって。よかった、じゃあ結果的にはね。結果的に面白かったっすね。ね、私、うん、何も知らないっていうのもいいけど。そうそうそう、そう、うん。すっごい調べてくるっての面白いね。ね、うん。やっぱ分かんないよからね。うん、若い子がね。そうですね。そう、お金出してくれんの本当に。もし、あの、マネの虎みたいに、これ いけるなと思ったら。そこはだから、もう見ていただきたいですね。ああ、そう。虎がお金を出したかどうか。結構虎も質問してたからね。その、半年間、ナベさんが一人で行くとしたらコンビなわけですけど、その相方の人はどうなんですか、うん、あ、知らない。羽生ちゃんのだ、知らないし。知らない。知らないじゃないですよ、みたいな。え、それ考えてなかった。いや、考えてなかった。おかしいじゃないですか、みたいな。全然考えてないんだよ、その、うん、そう詰められた時にさ。うん、うん、ああ、そうだね、とかなっちゃって。面白かった。それ言ってらんないでしょ、もうだってね。ビッグボーイとコンビのことなんかもう、なりふり構わずでしょ、そこは。もう、ナベさん一人でもいいから、バズりたいんだよ、とにかく。バズるかな。ねえ。うん、バズってるね、若い、はい、ラウスバブって知らないですよね。僕も知らなかった。うん、ラウスバブ何でバズるラウスバブっていう、うん、音楽ユニットが二人組でいるんですよ。うんうん、まだ19歳なんです、うん。で、北海道の高校の時に、軽音楽部だった二人が、それでラウスか。あ、それで俺もラウスだと思ったの。北海道だから。じゃないんだ。関係ない。関係ない。あの、ラウスバブっていうのはドイツ語で、いたずらっ子みたいな。へ、う、ぇ、んうん、で、テクノが好きで、うん、で、テクノってもともとドイツ発祥だから。そうなんだ。あ、そうなんだ。そうそう。ドイツの、もう元祖はクラフトワークっていうテクノバンドがいて、うん、まあそこと、それの、まあ、うん、YMO とか、日本だと、うんうん、いたみたいなさ。はい、ですっごい、テクノがすごく好きで、うん、で、YouTube で YMO の動画を見て、うんうんうん、ハマっちゃって、うん、その一人の子が、うん、でもう一人の友達の子にテクノバンドやろうよっつって、それで17歳ぐらいの時に、うん、曲を作って SNS に上げたら、うん、もうドイツとかでバズっちゃって、うん、テレフォンっていうなんか曲、うん、バズってかっこいいみたいになって、うん、でなんか PV とかもなんかもうちょっと古臭いわだと感じにしてて、うん、すごい天才二人組みたいなのが、うん、ラウスバブっつっているのよ、うん、でまだ大学1年生とかなんだけど、うん、でその二人をこの前細野晴臣さんのね、うん、俺が大好きな、うん、細野さんのラジオのゲストがラウスバブだった、うん、で細野さん多分自分のこととかをすごく尊敬してるような人とかを、うん、多分細野さんとかスタッフがピックアップして、うんうん、それこそナイツも一回ゲストで出してもらったんだけど、うんうんうん、細野さんってすごい喋らない人じゃん、うん、無口な人でしょ、うんうん、だから結構間が空いちゃうんだけど、うん、まあ俺とかすごい好きだから、うん、お父さん普段何やってるんですか、うんうん、そうで、あんまりそんなにいっぱい喋んないの、うん、まあそんな何もしないですねとか、うんうん、あれですね、まあとかね、そういう人なのね、うん、でそのラウスバブがさ、うん、この前ゲストの時にさ、うん、あの女子高生とか、まあ、大学1年生の女の子でしょ、あ、女の子2人、ね、女の子2人組なの、それでめちゃめちゃ緊張してるのか、うんうん、もう神様みたいな人だから、うん、全然喋んないの、でそれがすっごい面白いの、今日のゲストはラウスバブの二人です、うん、こんにちは、うん、こんにちは、こんにちは、ね、はい、まあね、でさ、普段なんかそういう回しとかしない細野さんがすっごい回すのよ。うん、なんか、あれでしょ、なんか、うん、YouTube でなんか好きになったみたいでとかって。はい。YMO の YouTube を見て、うん、はい、好きになりました。ねえ。なんかね、困ったなぁ。で途中でなんか間が空いた時になんか変な人形みたいに、パフパフみたいにやるんだけど、それをずっと押したりして。とかつって、誰が押すの？細野さんが多分持ってんだよ、これなんか人形みたいな、バブーとかって なんだけど、うん、なんかそれに対しても反応がないの、うん、はいとかつって、うん、ね、それでね、二人はね、どうやって曲作ってんですか、うん、みたいな感じで、夜20分ぐらい経ってさ、それで、で途中で曲流したりして、うん、でもなんか変な間がいっぱいあるんだけど、なんか最後なんかこうその子たちもさ、うん、やっぱりさすがに変な空気になったのかなと思ったから、
細野さんが10代の頃はどんな10代だったんですか。お質問した、うんうん、やっと来たねみたいなやっと言ってくれたねみたいな感じでね、うん、それで最後30分だから終わるんだけど、うん、あれは面白かったね。なんか本当、顔がなんかやっぱ浮かぶというかさ、うん、ラジオで、うん、あ緊張しちゃうのやっぱそれね、うん、若い女の子だったらやばいみたいな感じに、ね、なんかなりそう。そういうノリではないんだね。全然なんか多分すっごい多分真面目な、まあやっぱそうだね。もともとが軽音楽部で北海道の、うん、でももう細野さんが好きになるタイプの子だし、うん、そうキャピキャピした感じじゃないよね。それでもあの何で、うん、あのテレフォンっていう曲ね僕聞いたんだけど、うん、これすごいよねみたいな、何でこれ作ってんの、うん、って聞いたら、パソコン持ってないんですみたいな。え何って言ったら、うん、iPad で、うん、こうやって一個一個入れて作るんです、うん、作れるんだって言って、うわ参ったねこれはみたいな、今もそんななのみたいな感じで、その話だけはすごく盛り上がる。すごい話じゃんそれは。ねえ、それで作れちゃうんだって今 iPad でだよ。だその、うん、当時最先端のこうね、うん、打ち込みとかをやってた細野さんを驚かせるわけだから、あ今の子たちは iPad でそれやるんだっていう。だってあの YMO のワールドツアーの時の機材やばいからね、もうめっちゃでかいやつを全部あれ海外に運んで、タンスって言われたんだから、タンス並みのデカさで。あれが今、iPad だけで。そうだね。すごい時代だよね。年の差も50ぐらい離れてるんでしょ。50、そうだね。50歳ぐらい離れて、53歳ぐらい離れてる2人を呼んでね、そのさんもなんかやるんだけどさ。それはすごいね。そのだからもう喋らない間も含めてすごいよね、多分ね。あ、めっちゃ面白かった。歴史的な瞬間かもしれないね。あ、本当にすごい間だったよ。 あの細野さんが必死に放送事故にならないようにパフパフみたいな人形いつも余裕に見えるけど、さすがにまずいって思うんだそういう時は。でもさ、うん、行った時あったよ、覚えてない、自宅行ったでしょ。行きました。あの時になんか人形みたいなのいっぱい置いてなかった。あ、まあなんかいろんなものは置いてあったけど、置いてあったでしょ、パフパフ、その音鳴る人形置いてない、ね、なんかね、そういうやつね、多分それを、あそこでやったんだ、うん、鳴らしたんだと思うんだよね、まずいと思ったみたいで、ね、うんうん、そんなの用意してるんだ、うん、まずい時に鳴らす人形、そうすごいよね、うん、世界的になんかファンがやっぱいるから、うん、そうそう、その前の週はなんか台湾の漫画家なのよ、うん、台湾の漫画家で、うんうんうん、それで台湾で、うん、普通になんか見てたら、ネットとか見てたら、風を集めてが流れてきて、うん、ハッピーエンドの、うん。で、すごいと思って、うん、そこでなんか漫画を描こうと思って、漫画を描いたら、もう、細野さんが、うん、やっぱりそこ、全部、知ってて、うん、それでその人を呼んで、うんうん、なんか呼んでたよ、だから。台湾、その台湾の人もめちゃめちゃ緊張して、うん、神様みたいな人だから、とかつって、うんうん、私も。うん、いいよねああいう、うん、なんかちょっと真似しようかな、ああいうの。どこです。なんか素人のファンの人とかをさ、うん、力じ呼んでずっと喋るみたいな。やってんじゃん。もうやってた。近所の有田さん、有田さん呼んでやってんじゃん。あのえぐみのゆたさんが、うん、えぐみのゆたさん、先週ゲスト来たでしょ、うんうん。地下芸人ラジオに出たいって言い出してさ。うん、はい。そうそうそう。うん、なんか日本放送だと。あんまり喋れなかったけど、すごく日本放送の話がしたいって言ってた。力地に出たいって言ってた。ゆうたさんの YouTube 見たけど、もう名指しでめちゃくちゃ言ってたよ。日本放送の人の、その当時の人の名前をめちゃくちゃ出して言ってたよ。だから先週木曜日に来て、なんかスイッチ入っちゃった、ね。それはもうね。話足りないって。ラジオで生放送では言えないような話があるでしょうからね。ね、言ってたからね。ちょっとぜひ楽しみにね、あの9月中旬ぐらいにゆたさんも呼んでね、やろうかなと思ってるんですけどね。はいはいはい。はい。じゃあそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without Let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!
レジザラジオショー、本日もよろしくお願いします。さあ、今週のラジオショーは芸人プロフェッショナル笑いの流儀と題して、芸人さんのターニングポイントになった出来事を、深掘りしていきます、はい、うん、今日火曜日のゲストは銀シャリのお二人です。銀シャリはね、やっぱターニングポイントになったのはキングオブコントの決勝行ったことだと俺は思ってる。そうですか。それがコントの方ですか。あそこがやっぱりね、ターニングポイントだったんじゃないか。予想していくんですね、じゃあね、はい、うん、じゃあ正解はこの後ほど分かりますので、はい、ラジオ機のあなたからのメールも募集します。宛先、けいちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com、 rs@1242.com、 rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、ナイツさん私への質問メッセージもお待ちしてます。ツイッターはハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。読まれた人全員とメールをくれた人の中から抽選で5名様に土屋さんデザインのオリジナルステッカーもプレゼント。メールには住所、本名、電話番号もお忘れなく。そして先週から2週間にわたってラジオショー2周年突入記念のオリジナルクオカードが 毎日10名様に当たるプレゼント企画もあります。番組スタートにあたり、ナイツ中川家の4人が揃った時に撮影した笑顔あふれるレアな写真を使用。ゲットするには毎日番組のどこかで2つのキーワードを発表しますので、それを聞いて送るだけ。生放送をチェックしてもらうのが一番確実だと思います、はい、どこで発表するのか分かりません。それではナイツザラジオショー、この後3時30分までお付き合いお願いします。ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。車を売ろうとしている方、下取りだったり、近くの中古車でいいやなんて思っていませんか？それ、もったいないですよ。実は、中古車買取店によって、買取額に差があります。しっかり比べないと損するかも。そこで、車たかし。車たかしは、中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。平均18万8000円も買取額に差が出てるんです。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば、最大8社の査定額が無料でわかります。あとは比べてみて、一番高いところを選ぶだけ。車を高く売りたいなら、車たかしで検索。ベリーベスト法律事務所より、B 型肝炎の方へ、最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方。小学校で注射を受けた方。一度でも B 型肝炎と言われた方。これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また、他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ラジオビバリーヒルズ。取れたて天然エピソードで大爆笑ウィーク。犬井君子です。翔太さん、水曜ビバリーに大竹しのぶさん登場です。おお、天真爛漫で、天然で、ビッグで、天才ですよ。明日水曜11時半ラジオビバリーヒルズは大竹しのぶさんだ。日本放送 The Radio Show。 ナイツの土屋です。
神奈川です。火曜パートナー席スタート山崎圭です。さあスタジオには月1レギュラー、うん、ダイヤモンド野沢くんに入ってきてもらいました。それではコーナーに参りましょう、はいはい、火曜日は月1特別企画です。こちらダイヤモンド野沢のクイズ面白まるまる。はい、いや楽しみだね、はい、元気してたの一人ですか。元気でした。別に別に焼けた焼けたかもしれないですけど。どこ行った。いや別に何もどこにも行ってないです。あそう。でももともとジグロなだけです。多分ジグロあるかもね。髪坊主じゃなかった。そんなわけないでしょ。どんな記憶。そしたらだいぶ早いですよ僕。あごめんなさい、ね、あごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ボケて突っ込まれたらごめんなさい。面白大仏。鎌倉。そういう即興系はまだできない。根ずってみたいな。いや別に できますよ全然。あできるんだ。全然。そこだけ言えば。絶対牛く、うん。大仏は難かったですね。知らないでしょそんなに大仏。そんなに大仏を知らなかったですね。確かに。そうなんですよ。さあ野沢くん、じゃあ改めてどんなコーナーなのか説明お願いします。はい、こちら僕が数年前からツイッターで毎日つぶやいている面白〇〇っていうのをあのクイズ形式で出題する企画です、うん、はい、例えば面白ステーションだと街のホットとか、うん、面白どこかだとここではない。面白いな。何回見ても面白い。面白いここではないとか、そうですね、とかですね、当てるというこういうのを当ててもらいました。クイズ企画です。はい、じゃあいきますか。それではお願いします。はい、じゃあ第1問、はい、面白暮らし。暮らし、暮らし、暮らしってもう、いやそんなわけないもんな。そうなんですよね。そんなわけないんですよ。そんなわけないんで、今もう暮らしって言ったらもう隅っこ暮らし、うん、流行っちゃう、ね、違うっていう感じで言ったじゃん今、うん、はい、その日暮らし。あ正解です。おっと、私も今ほらその日って書いてます。あれ早っ。いや書いてる。ほら書いてる。もうちょっとちょっと早くなってきましたね。なんかたどり着くのが、コツを覚えてきた。コツが、うん、まあまあ。だって他があんまり逆になんか暮らしってまあそんなにないですね。仮暮らしとか。仮暮らしか。まああんまりなかったですね。すいません。いいですよ。はい、じゃあ第2問。はい。面白席。ん？席ってごほごほの席じゃなくて、座る席。座る席です。あ、座る席だよ、面白席。はい、お誕生日。あ、正解です。おすごい。あれ？あれ？すごい。あれ、こんなに簡単だったっけな。あれよくないな、なんか。ね、流れよくないね、なんか。慣れてきちゃった、俺たち。慣れてきちゃったんだね。ちょっと僕も。慣れてきちゃったな。甘く見てましたね、やっぱり。甘く見てた。ここは通常のレベルじゃない、俺たちはもう。そうでしたね。忘れてました。もう何回もやってるから。うん、はい。じゃあ、面白リアクション。リアクション。リアクション。面白リアクション。面白リアクション。面白リアクション。リアクションに何がつく？まあ、リアクションってか。二度見。ああ、そういうみたいなことですね。そういうことか。へぇ、むずいな。面白リアクション。まあ確かにこれはむずいですね。ウレション。ウレション。ああ、でも。リアクションだね、それもね。確かに。うん、違います。へぇ。わあ、でも。リアクション。面白いリアクション。なんかこういう。顎が外れる。ああ、違う。なんか、こういう言葉あるな、みたいな。なんか。こういうこともあるな。言葉というか、なんか。なんか言う、その、比喩で言ってるみたいな。こういう言葉あれ？鳥肌が立つ。ああ、違います、ね。目が回る。あ、違います。あ、でも、ちょっとこれ出なそうなんで言います。面白リアクションは、キョトン。キョトンね。どうやったらそんなにたどり着くんだよ、答えに。確かに絶対当たんねえよ、これ。キョトンだ。なんか、程度が難しいですよね。確かにね。当てれそうなのと、うん、当てれなそうなのと。いや、ちょうどいいもん、難しいから、ね。キョトンとするね。キョトンとするね。確かに。すいません。面白いでも。キョトンとするでした。うん、じゃあ、面白。ライブの感想。何だよ。面白ライブの感想。ライブの感想。ライブの
感想、ライブを見た感想ですね。そのままライブっていうのは、まあ、要するに何でも。何でもライブだったら、まあ、音楽でも。音楽でも、お笑いでも。何でも。まあ、何でもライブ。まあ、要するに共通するような。な感想です、ね。感想になるってことですね。はい、面白いライブの感想。映像が良かった。ね、ああ、違います。映像が良かった。映像が良かったと思う。だから幕間のね、幕間の映像みたいなね、やつとかなんじゃないのかな。ライブの感想。ライブの感想？ライブの感想。ちょっと空調寒かったね。違います。ええー。まあでも。普通に良かったとか。うん、ああ。席一つ空いてた方が良かったね。席一つ空いてた。コロナ禍でなんかこう。ああ、なるほど。うん、違う。ヒントはヒント、うん。ヒントはちょっと悪い方ですね。悪い方。あんま言われたくない。うん、感想。感想。うんうん、なんか生で見ると老けたね。違います。悪口。まあライブならではの。いきます、正解、うん。面白ライブの感想。うん、金返せ。いやいやいや、そこまでだとは思わなかった。そこまで悪いとは思わなかったわ。なんか金返せ。うん、感想じゃないよ。いや、感想じゃないですか。金返せも。クレームではない、うん、あ、じゃあ、うん、いきます、うん。続いて、面白クイズ。面白大丈夫。大丈夫、もう面白いもん、うん、面白大丈夫、面白大丈夫でしょ、はい、ああ大丈夫の前につく言葉、ね、そうだよね、大丈夫の前、うん、全然大丈夫、まあ、文書、そんなとこだよな、大丈夫の前に、まあ、なんか文書、ちょっとこれは文章になっちゃってますね、文章というか、なんとか大丈夫、あの歌詞とかなのかな、なんかそういう、そう、なんかよく、よく、よくはあるんですけど、聞いたことある大丈夫ですね。聞いたことある大丈夫。なんとかだから大丈夫。なんとかだから大丈夫。大丈夫。100人乗っても、ああ、違います。あ、違うんだ。あ、でもそれも僕は考えた。候補であった候補。候補に。候補にありました。100人乗っても。面白大丈夫だけで何個かあんのか。あるやつなの。あるやつ。ある言葉、聞いたことある言葉です。そういうやつなんかあったっけな。100人乗っても大丈夫。100人乗っても大丈夫。大丈夫、大丈夫。あ、でもちょっと古い。大丈夫、古い、ね、古い。え、古いかもしれないです。古い、古い。とか大丈夫。はい、CM とかですか？ CM みたい、CM っぽい、なんか、うん。そうですね。CM っぽいって何？CM っぽい。こんなヒントありますか？キャッチコピーってこと？キャッチコピーみたいな。お !24 時間。あ、違う、24時間働けますから、あれ違うか、何とか、何とか、あ、でも100人乗っても大丈夫しか出てこないよ、ね、それしか出てこないよね、うん、じゃあ行きます、正解、ね、うん、面白大丈夫、うん、ノモが投げればあった、あ、なんだ、ノモが投げれば大丈夫だ、ね、そう、歌か、ひでーよひでーよでしょ、はい、ノモが投げれば大丈夫、面白いわ、面白いね、これアメリカで流行ったっつのが面白いね、ノモが投げれば大丈夫ってね、いいね、面白いな、面白い、あ、じゃあこれちょっと、これ多分まあ出なそうなんですけど、うんうん、面白自供、自供、自供、面白い、あの自供か、はい、自供、自分を、うん、なんか言っちゃう、犯罪とか、ね、犯罪とか言っちゃう、自供のセリフですかね。まあよく刑事ドラマとかの、はい、面白い、自供の、私がやりましたみたいな、私がやりました的な、私がやりました的なやつね、はい、ある、私がやりました的な、だって花さん刑事ドラマで、いや、もう散々自供、自供は、まあその後大体自供した人に対しては、うん、あなたは誰かをかばってませんかって泣いてセットで来るんだけどね、まあ、あなたは誰かを困ってますよねっつって、なんだろう、自供、私がやりましたみたいなこと、殺すつもりはありませんでしたみたいな、違いますね、あ、まあこれも当たらないかもしれない、むしゃくしゃしていた、あ、それ、うん、そういうことなの、自供っていうか、それ動機か、なんかこういう、うん、動機だもんね、そういうセリフあったな、セリフ、セリフ、ドラマで、ドラマみたいな
こういうセリフあったなっていうやつ、自供。自供の、有名なセリフあったなっていう。え、有名なセリフ私がやりましたじゃなくて、有名な。あるじゃんってことでしょもっとあるじゃないですか、有名な自供は。なんで有名な自供あいつが悪いんだ、みたいな。いきますか、正解。面白自供、うん、そうです。私が変なおじさんです。自供なんだよ。自供だから。自供じゃないんですよ。そらされた。そらされたよ。そらされた。刑事ドラマに。自供か。そうですね。いやこれ分かんなかった。毎週自供しかも。面白い。はい。ということで今月も楽しく勉強できました。勉強なの野沢くん、なんかお知らせありますか。あ、お知らせあります、はい、渋谷にあの劇場が吉本無限大ホールがありまして、そこであの日本で一番明るい学園祭無限大学園祭22を9月10日土曜日11日日曜日に2日間限定で開催します、うん、会場配信チケットは好評発売中です。詳しくは無限大学園祭22のホームページをご確認ください。内容が気になりますけど、なんかね、うん、これも現代のレギュラーメンバーとか、あ、そういうことですね。学園祭なんで、ね、出る、はい、そんな話があります、はい、ということで、はい、また来月も来てください、はい、野沢くんありがとうございました。ありがとうございました。さあ突然ですがここで番組2周年クオカードプレゼント一つ目のキーワード発表です。あなたお願いします。大江の旅行で大江の旅行、大江の旅行、うん、はい、さあ今のですね、まずは、大江の旅行をメモしてください。この後もう一つ発表するキーワードと2つ合わせて書いて rs@1242.com にメールをお送りください。抽選で毎日10名様に500円分のクオカードが当たります。2週間で合計100名様に当たりますので、ぜひゲットしてください。ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか。なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる。今すぐ010 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 010
ta rời xa Đà Lộ. Nhìn bao yêu dấu thân quen nơi ta ngày xưa bên nhau. Thầm mong cùng chính nơi đây sẽ thôi nhớ người và lòng cũng sẽ thôi mong chờ. Vậy sao bật khóc? Chỉ một mình anh ngồi khóc, nước mắt đây riêng nơi đây em không hay. Sự thật là anh nhớ em. Người giờ đã xa, lời hẹn ước đâu rồi? Nước mắt đây rơi biết bao lâu thì khô. Vẫn thế đây bao đêm say em không hay. Giọt buồn sao mặn đắng. Nhưng lúc ấy anh loay hoay trong cơn say lại nhầm rằng em ở đây. Người già đổi thay, tình mình vẫn đong đầy. Thế mới biết anh vẫn yêu em, thì sao tìm quên chốn xưa ngày ta quen. Ooh, 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 ooh
dù gì thì ta rời xa đã lâu. Biết bao yêu dấu thân quen nơi ta. Năm tháng xưa mình là của nhau, thế nhưng đâu rồi? Trong giấc mơ của người giờ đây, có anh không? Người ơi, bao đắm say ta có bên người còn đâu? Làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lại, nhìn làn tuyết trắng buồn sẽ có quay. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ. Một đời tạ tơi đóng băng tim giờ đây.